ボーロプウーアは、ユトランドの北海沿岸に所在する、中地域内のソーンである。行政上は北イラン地域のティステズ市に属する。北側にあるあるじたる集落であるなぁ、あ、ボーロプウーアには591人が居住し、より小規模な集落として、南に 2km 離れた砂、ボーロプウーアがある。伝統的には漁村であったが、今日では、主に小規模な観光リゾート地として、 そのビーチ、自然ならびに、周辺環境が、他のリゾート地に比べ角の開発がなされていないことで、知られている。ボーロプウーアは、旧国立公園の中部に位置している。旧国立公園の公認は2008年であるが、ボーロプウーア周辺の広大な砂丘及びヒースは、数十年間にわたり保護されてきた。ビーチに停泊しているレジャー用の釣り船マーゲン。 嵐の中のボーロプーサンバチ。他のデンマークの海岸地域と同様に、占業としての漁業は衰退した。最後に、沿岸で操業していた船は2010年までに操業を停止したが、観光客用の釣り船は操業を継続している。伝統的な漁の大半は、ハエナワ漁であり、特にコットを対象としていた。占業ではない漁業に用いられる小型ディンギーも、 創業を継続している。浜辺に引き上げられるようになっている浅瀬用のボートを用いた漁業は、かつては北ユトランド半島の至るところで行われていたが、現在はボーロプウーア、リルストラン、そして特に知られるトーロプストランにおいて行われている。ボーロプウーアの桟橋は、ボートの停泊地を保護するため、1908年に建てられた。桟橋の先端は、 フェロー諸島及びグリーンランドを除いてデンマーク国内で最もコペンハーゲンから離れた場所である。ボーロプウアにはデンマーク海上保安管理局の沿岸救助基地が置かれている。1887年、地元の漁業従事者らが世界初の漁業共同組合組織であるフィスカーコンペーナイエットを設立した。この地域発の動きは 当時農業従事者らの間で遥かに、また都市労働者らの間でもある、程度流行していた、デンマークの共同組合運動に触発された、ものであった。共同組合は本来は、キリスト教のルールを背景とし、宗教をコミュニティに反映するものであった。ありがとうございます。